どうも、ゼロワンレーシングの代表の小林信介です。さあ、八方根スキー場はいよいよ技術戦ムードになってきましたね。選手がたくさん入ってきて、まあ、本当に普段ね、雑誌とかDVD とか YouTube で、見るような選手たちが続々とね、滑ってる姿、調整してる姿が、見受けられました。今日と明日で、コースオープンで、明後日からいよいよ予選が開始という感じですね。まあ、この八方根スキー場、まあ、本当に今年はねめちゃくちゃこう雪質がいいように思いますね。この技術戦の時期、いつもはねザラメのシャバシャバな雪な感じなんですけども、結構上の方、まあウサギダイルより上はまだ雪煙が上がるようなね、非常に滑りやすいで、またねこの3月に入って、まあ、夜晴れるじゃないですか。そうすると星が出て、でこの放射冷却で結構バッチリ冷やされるんですよね。でまあそんなんなんで朝行くとカッチンコッチンで結構いい練習ができてます。まあ、僕はね技術戦には出ていないんですけども、まあ、これだけ技術戦の聖地で、活動してると、なんとなくねその、バーンでねなんかこう滑ってみたいなっていう、めちゃくちゃ綺麗なバーンが用意されてるんで、さすがにウサギ平普段ねあそこ踏まないところがあんなに綺麗になってるとちょっとやっぱ滑りたくなりますよね。まあ、そんなんでなんか自分も大会出るわけじゃないですけども、結構ワクワクとしております。さあ、今日ね本題に入る前にお知らせです。3月25、26に、ゼロワンカップを開催いたします。25日は前日練習ですね。で26日はまあ本番なんですけども、内容としては、あんまり難しいことはないです。いつもの和気あいあいとした雰囲気の中で、トレーニング会をやります。これは大回転になりますね。でタイムを測りながらやるんですけども、その日に一番早かったタイムを競って、で、順位をつけます。でその順位に従ってくじ引きを引いて賞品を当てていくという、まあ、そんな感じですね。でその前日の25日が、トレーニング会、予行練習ですね。でまあこんな感じで、やっていきます。もう年齢は、全く関係ありません。本当に一人じゃ滑るのが難しかったら親御さんも一緒に入ってもらっても大丈夫なぐらい緩い場所を作りたいっていうのが、僕の一つの、信念というか、理念でですね。今僕が、なんでこんなこと始めたかっていうと、去年もゼロワンカップや始めやったんですけども、やっぱりこのスキー界っていうのは、誰がどう見てもスキー人口はやっぱ減ってます。でそんな中でこの競技あるいはその基礎みたいなのをね目指す の方々もやっぱりそれ以上に減ってるわけですよ。で、やっぱりこれを本当に40代、もっと言うと50代より上の年齢層がごっそりいなくなると、本当にスキーする人がいなくなっちゃうんですね。今現在スキーヤーを志して、どんなことがあってもね来年も絶対に生きるように来ますっていうね、そういう人たちをターゲットにしてレッスンをしているだけではこれ衰退していく一方なんですよね。なのでやっぱり新しい方々にそのスキーというものを手に取ってね楽しんでいただけるにはどうしたらいいかなと、ということで僕の完全なる自己満足かっこつけなんですけども、こういう理念でゼロワンカップを開催しております。ワンピーじゃなくてもウェアでも全然いいし、ルールが分かんなくても全然大丈夫です。何度でもチャレンジできるんで、そんな場所をちょっと提供したいと。でもう一つですね、このゼロワンカップの理念としては、そういった、今となってはねそのスキーっていうものが本当にお金がすごくかかる、お金がないとできないスポーツにやっぱなりつつあると。でそういったことできっかけを失ってスキーをやらないっていうお子さんも結構多いんじゃないかと。でやっぱりその新しい方を招き入れるような、本当に手に取りやすい、本当にエントランスのねドアを開けっぱなししてるような、そういった一つのこう窓口になりたいなってことで、前日の、トレーニング会っていうのは、中学3年生を含む、中学3年生以下を、無料にしたいと思います。でこれを、僕は今、スポンサーさんを募って、景品を集めて、あとはですね、現金にして30万円を、その募金形式ということでこのレースの、運営費として今呼びかけをしております。一口いくらっていうことは、概要欄に詳しく貼っておきますので、こういった僕のね発信とかあるいはその理念に共感していただける方がもしいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、メッセージの方をちょっといただければなと思います。必ず募金の際は、
01、公式 LINE の方にメッセージをいただいて、でそちらの銀行振込によって、その募金制、募金、まあ、制のこのレースっていうのをちょっと運営していきたいと思ってます。25日は完全に、中学3年生以下は無料で、当日のレースは、商品も結構出てくるかと思うので、こちらの方は、通常のレッスン料の半額の5000円で参加できるように、設定しております。興味がある方は、ぜひぜひ、ご連絡いただければなと思っております。さあ、今日の本題はですね、まあ、僕がまあこういった発信はラジオですね、本当に、ね、こう何万回の再生されることは絶対ないであろうこのラジオなんですけども、まあ、そういったラジオを聞いてくれたりとか、あるいはそのまあ YouTube 上でのオンラインレッスンですね、このメンバーシップ動画を見て、くださってる方がすごく多くなってきたなっていうのをまあ実感してます。っていうのは、いつもラジオ聞いてますとか YouTube 見てますとかね、あるいは今日本当にあの嬉しかったのが、あの八方のうさぎ平の上でですね、しんのすけコーチですかってことで、まあ、あの選手の方が声をかけていただいて、ね、まあ、僕はそのメンバーシップ動画を見てやっと全日本選手権に来ることができましたっていう風に言ってくれたんですよ。本当に直接お会いしたことがないんですけども、なんか僕がそういうことをね始めたことで誰かのためになっているっていうことが、まあ、とにかく嬉しくてですね、なんかまあ本当にそういうのを始めてよかったなと。で今回のゼロワンカップとかそういうこともそうなんですけども、やっぱりその募金制で、無料でやるとかね、その半額でレースをやるっていうようなこと、やっぱりそういうことも全部これチャレンジだと思うんですよ。なんか僕も YouTube 始める時なんて何も分かんなかったし、なんか本当に自分に向けてカメラをね自分で自分に向けて喋って、これちょっと伝わらないんじゃないかなっつって、もう一回撮り直して、でこれ何やってんだと思いますよね。本当小鳥コーチに何やってんのってか何言ってんのみたいな感じで思われながら始めたんですけども、だけどやっぱりそこで、まあ、一つ種まきをしておいたことで、それがやっぱりどんどん育って1年経つと、こういったやっぱり多くのね仲間が現れてきたりとかね、多くの支援者がやっぱり自分の周りに集まりつつあると、もう本当にねこれすごいことなんですよ。本当に今だから言いますけど、去年のゼロワンカップもですね、本当にカメラマンの方がね、参加料を払って自分も参加して来ていただいたんですね。これは、本当になんていうのかな、プロのカメラマンです。誰もがみんなよく毎日テレビに出てるようなね、大きな会社 の, カメラマンが僕の、まあ、活動になんかその胸を打たれたっていうことだと思うんですけども、参加してくれて、プロのカメラマンにカメラを撮ってくれてですね、それを無料配布するっていう、まあ、本当になんかそれもねすごいことですよね。普段本当オリンピック選手とかをね撮ってるようなカメラマンの方なんで、なんかそういうことが本当にこう自分がね発信することで、そういう仲間が集まってきた、発信しなければ何も起きないですよね。だから僕はまあいろいろ考えて、こっちの方向なんじゃないかとかね、 A の道がいいんじゃないか、あらでも B の道のいいのかなとか、これどっちか選ばなきゃいけないなみたいなことがやっぱ多々あって今あるんですけども、やっぱりね一回やってみて、よく考えた結果一回やってみる。でもしね A の道が間違ってたら、あ A の道は間違ってたっていうことで B にフルベットすることができるじゃないですか。なんかそんな気持ちで今はねすごくいます。やっぱり多くの人にお声掛けいただいて、自分が撒いてきた種がね、あこういう形になったんだなっていうのはこれ後になってわかるんで、やっぱり何事もやっぱチャレンジなんだろうなっていうふうに僕はすごく思っております。僕もねこれでまあ4月、できればそのスプリングシーズンに行われる、まあ、フィジレスにチャレンジする、で今しかできないことをやる、もう本当にねもう今やらないくていつやんだと、やっぱり日々挑戦するってことが、まあ、僕のやっぱり人生の生きがいだし、まあ、それがやっぱり自分のとってのやっぱ信念なんで、やっぱり自分が自分らしくいるために、今ねやっぱ本当にやっぱ体きついとかありますよ。そりゃみんなもあると思うけど、もう朝足がだるくて、毎日のこう仕事の中で足がだるくて、それでも練習しなきゃいけなくてみたいな時ってやっぱあるじゃないですか。だけどまあやっぱりね、もちろん休む時間も必要、怪我しちゃったら何もならないんでね、なんだけどもその中でも自分のスキルを少しでも高めて前に進んでいくっていう、まあ、やっぱそういう前向きな気持ちがあるからこそ、やっぱ人生は豊かになるし、やっぱ人の心をね動かせるようなそういう人間になっていくんじゃないかなと、それを僕はスキーを通してやっていきたいなという
まあ今日はねそんなお話です。まあ、とにかくあの技術制限に出られる方でね、僕のチャンネル見てくださったりとかメンバーシップ入ってくださってる方、多くいらっしゃると思うんですけども、とにかくね全力をまあ出し尽くして、いる場所よりもね一歩でも前に成績が出ることを、心から祈っております。そして応援してます。はい、じゃあそれでは皆さん、スキーライフを楽しんでください。残りのシーズンもあとわずかとなってまいりました。思い残すことがないよう、日々スキーに取り組んでいただければなと思います。はい、以上アツロンレーシング代表小林信介でした。じゃあまたねー。